掃除が行き届いた綺麗な部屋で過ごす昼下がり。でも実は特殊なカメラで空気中を見てみるとこんな感じなんですよ。何これ。毎日きちんと掃除しているはずなのに部屋の空気はこういう状態。やだ。気づいていないだけで家の中はこんなにも埃が舞っているのです。そう、あなたの家の空気は汚れているかもしれないのです。うわすごい、ほんまにすごい、雪降ってるみたい。信じられない。では部屋に舞っていたのは埃だけなのでしょうか。そこで専門家に調査を依頼、分析をしてもらうことにしました。使うのは空気中の浮遊物を採取できるエアーサンプラー。すると集めたリビングの空気の中から驚くべきものを大量に発見。それはカビ。この時期はカビの活動が盛んになる時期で、カビの胞子っていうのが最もたくさん飛んでる時期にあたります。カビの胞子？実は今カビはカビでも植物で言えば種にあたるカビの胞子が部屋中に飛び回っているというのです。では一体その数はどれくらいなのでしょうか。細かく分析した結果、およそ10畳ほどのリビングになんと 24,550 個ものカビの胞子が飛んでいる計算に。つまりきれいに掃除していても空気中にはカビの胞子があふれているのです。しかしまめに掃除してますし大丈夫だと思います。今の時期やったらないですよ。梅雨の時期とかはわからないですけど。梅雨でもないこの時期カビなんかいるはずはないと思っている方がほとんど。ところがカビの胞子は空気中を舞っているばかりではなかったのです。特殊なライトを照らしてみるとほらカビを発見。何それ枕。なんと枕にカビが。絨毯や壁にも。さらにキッチンの至る所でカビを発見。すごいすごい。主人に叱られるわ。いや中には驚いたことに温度の低いはずの冷蔵庫の中にもカビがついてしまっているお宅があったのです。目に見えなくともカビの胞子はすでにちょっとした汚れに付着して成長し始めているのです。家の中で成長するカビとは主にこの3種類。押し入れや壁など室内全般に生息している最も人間の身近にいるのがこのカビ、アスペルギルス。そして冷蔵庫の中など低い気温でも順応できる青カビの代表がこれ、ペニシリウム。お風呂やトイレなど主に水場に付着している黒カビの正体はこれ、クラドスポリウム。そう、家庭にいるカビのほぼ7割がこの3つなのです。では一体カビはどのくらいのスピードで増えていくのでしょうか。あるお宅からエアサンプラーで採取したカビの胞子45個を定着させ5日間培養したところ、目に見えなかったパレット状に様々な色のカビがびっしりと広がりました。たった5日間で45個だったカビの胞子がおよそ45億個に成長してしまったのです。これぐらいの数になるとカビは肉眼で見える状態になります。一つの胞子は早ければ48時間後に1万個以上の胞子を飛ばすというふうに言われています。なんと2日で1万倍ということは、単純計算すると一つの胞子は1ヶ月後にはこんな天文学的な数字に膨れ上がってしまうことになるのです。このまま放っておくとあなたの家はカビの宝庫になってしまう可能性が。私の家は大丈夫と思っていたら大間違い。カビの胞子を侮ってはいけません。気がつかないうちにあなたはこんなことしていませんか。花粉が怖くて窓を閉め切っている。靴の土を落とさず下駄箱にしまっている。お風呂の扉をいつも開けっぱなしにしている。してるよ。雨上がりに窓を開けている。胞子が飛び回っているこの時期、きちんと対処しておかないと梅雨になったらとんでもないカビに襲われるかもしれないのです。ではカビの胞子はどれくらい家の中にいるのでしょうか。今回調査したのがこちらの5件。
マンションから一戸建てまでどちらの家もきれいに掃除されている状態です。どうぞ。まずマンションにお住まいの山田さんのお宅は築10年の 3LDK。 早速特殊カメラで見てみると、やはり空気中にはたくさんの浮遊物が。エアコンからも吐き出され、子供たちの部屋もこんな状態。この中にカビの胞子がいるのか調べてみると、リビングには7500個もの胞子が。別の部屋もこんなにたくさんの胞子が舞っていました。さらに他のお宅のリビングからも同じように多くのカビの胞子が検出されたのです。中でも特にカビの胞子の多いお宅を再調査したところ、気づいていなかっただけでカビの胞子はすでにあらゆる場所に着床していたのです。そんなお宅に住んでいる人たちは、鼻がずっと止まらないんですけどね、すごいしょっちゅう痒くなるんです。そこでこの事実を専門家に聞いてみたところ、驚くべき答えが返ってきました。カビが作り出す物質が原因だったかもしれません。カビが作り出す物質、それは一体どんなものなのでしょうか。カビは見た目だけの問題じゃなかったんです。甘く見ているとあなたの体にも影響が。確かにカビが次々と菌糸を伸ばしているフラスコの中では揮発性化学物質が発生していたのです。他の機械にかけ細かく分析してみても、揮発性化学物質の検出を表すグラフが大きく反応しました。カビから揮発性化学物質が出ていると考えられます。この揮発性化学物質はカビが成長するときに菌糸から出る酵素が化学反応を起こした結果作られるということが最近の研究で明らかになったというのです。さらに、揮発性化学物質というのは人体に悪影響を及ぼすことがありますね。人体に影響があるというのです。では揮発性化学物質は体にどのような影響を及ぼすのでしょうか。揮発性化学物質が体内に入ってアジュバント効果を引き起こしている可能性は否定できませんね。アジュバント効果。アジュバント効果とは、揮発性化学物質を吸うことによって過剰な免疫反応を起こしてしまうこと。体内に外部から細菌やウイルスが侵入してくると、体を守るために出動する免疫部隊がいます。その一つが IgE 抗体。カビが放出した揮発性化学物質を吸い込むと、こいつは危険だと判断して、この免疫部隊がゾロゾロと出動し過剰反応を起こしてしまう状態。こうなると本来侵入者を追い出すために起きる反応、つまりくしゃみや鼻水を連発させ体を守ろうとしすぎてしまうのです。これがアジュバント効果と呼ばれるもの。あなたは今何歳ですか？ズバリ自分は老化していると思ってますか？一口に老化といってもその現れ方は様々。実は老化は3つの知られざる恐怖となってあなたに襲いかかってくるのです。老化の知られざる恐怖その1。やっぱり一番肌に出るんじゃないかなって思います。見た目が老け込んでどんどん汚くなっていく。気になるお肌、そこには毎日少しずつ生まれ変わっている皮膚の細胞が、新しく作られるサイクルが遅くなったり出来上がりの質が悪くなったり、こうして見た目の老化は進行していくのです。さらに老化の知られざる恐怖その2。体が無理が効かなくなってしまって、全身の細胞が役目を果たさず少しずつダメになっていく。細胞は体の表面を形作っているだけではありません。私たちの体は全身あらゆるところが細胞、その数占めて60兆個、300種類にも上るさまざまな細胞からできているのです。例えばこちら、ご存知血管です。勢いよく流れていますね。ちょっと壁の部分に注目してみましょう。ほら、わかりますか？四角い細胞が並んでいます。もしこの細胞がきちんと働かなければ血液はスムーズに流れません。
外見的には30代40代から老化が始まりますが、細胞での老化というのはずっと早く20歳ぐらいからもう始まってます。なんと細胞レベルの老化は20代から始まっていたんです。では細胞が衰えると一体どんなことが起こるのか、細胞の様子を見てみましょう。ふさふさの繊毛を伸ばして何かを捉えようとしているこちら、実は耳の細胞。音の刺激を捉えるために耳の中できれいに並んで外からの音を捉え続けています。もしこの細胞の機能が衰えてしまうと、ねえお父さん、あなた、え、私だ、どこ行った。こちらはまるで望遠鏡、物を見るために働く目の細胞です。もし機能が衰えれば視力は落ち、疲れ目だって慢性的に。続いて脳の中に140億個もあると言われる神経細胞、いろんな情報を伝えやすくするためにこんな形になっています。機能低下によって起こりやすいのが物忘れ、最近多くなったという人要注意ですよ。老化とは全身60兆個の細胞が少しずつダメになっていくこと。ではその原因はどこにあるのか。細胞は一つ一つが自分ではエネルギーを作りながら様々な活動を行っています。そのエネルギーを生み出すエンジンとも言うべきところがここ、ミトコンドリア。このミトコンドリアが元気に働かなければパワー不足で細胞自体の機能も低下していきます。くたびれたミトコンドリアの不完全燃焼、これこそが老化の大きな原因だったのです。本来エネルギーの材料として使われる食事で摂った栄養素、もしミトコンドリアの働きが鈍ればこの栄養素が余り続けていくようになります。ということは、老化の知られざる恐怖その3、肉がいくつきようになる、あまりなかなか痩せれない、痩せにくく限りなく太っていく体に。いや、これはあるわ。この第三の恐怖が見た目に現れてくるのが、いわゆるおばさん体型。体の内側、細胞から若返る。呼吸や体温を維持したり、体を動かしたり、人が生きていくためには常にエネルギーが必要となります。そのエネルギーを作り出すのが全身60兆個の細胞全ての中にあるミトコンドリア。直径わずか 0.5 ミクロンの小さな存在、しかし体の中から若返るためには見逃せないものなんです。要するに、ミトコンドリアが元気に働いている人は老けにくい人、反対にミトコンドリアの元気がない人は老けやすい人。ずいぶん差がついちゃいますけど、実はこのミトコンドリア20代まではそんなに個人差はないんです。はい、こちらが元気なミトコンドリアの中、せっせと働いている3つの物質がいます。これこそあるあるが注目した若返り最強トライアングルの面々。まずは今までに登場してきた2つの物質の働きから見ていきましょう。あるあるが発掘した若返りの救世主、コエンザイム Q10、 通称コ Q10。 ミトコンドリアが作り出すエネルギーの正式名称は ATP。 食事で摂った糖や脂肪を加工してこの ATP を作るとき、仕上げの段階で酵素が必要になるんです。実はこの酵素を運んでくるのが高級店の仕事。エネルギー、詳しくは ATP っていう物質なんですけれども、コエンザイム Q がないとうまく作れないんですね。高級店のおかげで作られる ATP、 これが小さな爆発を起こすことで体も動くし心臓や肝臓も動けるというわけ。さらに新しい細胞を生み出すための細胞分裂も ATP の爆発する力で行われるのです。とここまでは元気な20代のミトコンドリアでの話。体内のミトコンドリアの機能は年齢とともに低下してしまうのです。それを示すのが衝撃のこのグラフ。ミトコンドリアがエネルギーを作り出すために欠かせない存在、高級点の量はなんと20代をピークに体内からどんどん減り続けていたんです。これではエネルギーも年々作りにくくなるばかり。その結果、細胞を動かす爆発力が不足、心臓、肝臓など全身の臓器の働きも鈍くなっていきます。さらに目や耳の細胞なら機能の低下、
皮膚の細胞なら肌荒れと体中至る所で不具合が起きる羽目に。抗菌泉はいわばアンチエイジングの切り札。サプリ先進国アメリカでは体内で減っていく抗菌泉をサプリメントで補う人が増え続けているのです。実際こんな人がいました。コエンザイム Q10 歴14年のポールさん77歳。私は心臓の不整脈で運動ができない体でした。それが抗菌泉を飲み始めて今では妻とも楽しい時間が過ごせるようになったんだよ。心臓が悪く運動どころかほとんどベッドから動けなかったというポールさん。しかし今では趣味の絵画を楽しんだり外に出て軽くジョギングができるまでに体が回復したそうです。エネルギーが新たに作られるようになれば衰えた細胞も元気を取り戻す。抗菌泉は全身至る所でこのパワーを発揮できるものなのです。